良い子のみんな、こんにちは。ティービーごとくの時間だよ。なあ、社交場。紳士淑女の社交場。ああ、なんだろうな。こんなとこに住んでんだ。おう、待てや、真島。え？ああ？何？誰やお前。誰こいつら。え、本当に誰？オデッセイのもんやって言うたら、心当たりある。俺話しつけたんじゃないの？オデッセイ。望みの引き抜きなら山形と話はついとる。ついてるな。支配人が納得しても俺らが納得するか。無理によってうちのナンバーワンを引き抜くた。ええ度胸しとるやないか。あんたお客様は神様や言うて客に土下座。まあでも新庄か。夜の帝王戦略動向じゃないよな。情けない話やで。そんなに金が欲しいか。また仲間だもんな。人によっちゃそのライバル関係とかキャバクラとかでも会社とかでもね。俺らに土下座は通用せんで。ま、試しにやってみてもええけどな。土下座なんかするわけないだろう。お前らの言う通りや。あ？お客様は神様や。そうだな。なんか後ろポスター落書きされてたんだけど。逆になら土下座でもするし、靴でも舐めたるわ。おう。せやけど、客やないなら話は別。まして、喧嘩売りに来たチンピラなんぞに、俺が優しいと思うな。ちょっとビビってる。危険のも今のうちや。言い返してこないと思ってたからな。やってまえ。こんな狭いところで、でも兄さん今ストレス溜まってるからね。バット。バット。さあ持ってたな。どっから出したんだと思ったけど、まあどっから出したんだには間違いないけど。あれ、空振った。おお。勢いよく。これこれは痛い。おお、気持ちいい。流れからの大振りは気持ちいいな。強すぎる。なんなんやお前は。なんだろうな。お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ。好きにせ。その後が怖すぎて生きるかよ。その後どうなるかは保証すんぞ。お客様は神様や。お客様じゃない。亡くなった瞬間にね。いけるかバカ野郎。怖すぎるわ。なあ、あのポスターめっちゃ落書きされてる。こんなとこに住んでんの。なんかもっといい暮らしできそうな気がするんだけど。あ、まあちょっとでもあれか、お金を組に入れるためにか。質素すぎでしょ。何もないじゃん。ミニマリストですか。当てつけ割る。誰？スナイパーかと思った一瞬。誰？見張られてんの？そこにも。お前一瞬やんけ。お前に関しては一瞬やんけ。たまたまタイミング悪かったらスルーやぞ。あ、これはいたな、このホームレス。
なに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 、なんでこんな監視されてんの。この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟、兄弟。あ、クリアした。イルカの版画。何イルカの版画って。名残雪ののこと。第4章極道の証明。証明しなきゃいけない。3年前神室町。誰、おう兄弟。おう。あ、そういうこと。兄弟って。例のあれ持ってきたんやろな。ああ、お兄さん、両目がある。お、何。まがいもんは一切なし。道島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして36発発射できる。もっと効率のいい武器ないの。36発か。相手は上野義治と、その場にいる清和会の連中全員。誰。こないなとこ呼び出して何のつもりなんすか、柴田。誰。担当直入に言います。今日の上野義治の襲撃、真島さん、行かないでください。行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義治を都内のラーメン屋で襲う。そういう計画ですよね。ラーメン屋の亭主っぽいな。タオル巻いたら。実はあの計画ちょっと問題がありましてね。ありまして。予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば道島組長いや島野さんにも迷惑をかけることになります。それ口は違うだろ。口はいらんだろそれ。じゃあ俺はどうしたらいいじゃん。ゾロはゾロではないんだよ。ま、真島さん、あんたは俺に兄弟裏切れっちゅんか。このまま見殺しにせっちゅんか。落ち着いて落ち着いて落ち着いて。な、何があってんの。たとえどんな裏があっても構わへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないのもとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか。それじゃ仕方ありませんね。おい。え？この人親切心で止めてんの？柴田。え？この時に？うそ！痛い。これ痛くないけど痛え。何これ、何見せられたん。親切心じゃないな、これ。な、何なんだこれ。お前には失望したで、真島。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。楽しみ出てきたな。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったかな。親父、言ったぞ。拳銃口に加えて兄弟。冴島は、冴島言ったぞ。教えてください。教えてくれ。どうなったんだろう。口の銃は使えたのか。あれ、道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。あ、親父。安心せえ、別に殺しはせん。せやけど熱そうなやつ持ってる。ここにぶち込まれたやつはみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は。それでもまだ
教えてください。それでもまだ兄弟の心配すんのか。親父、マジマ。すごいな、自分のことよりも。思い出したんだな、その3年前の。だからこうやって質素な生活してんの？その兄弟多分死んだかなんかで、あの時助けれなかったみたいな感じで、自分に、なんだろう、自分に枷を外してる、はめてるというか、またろくに寝れんかった。仕事いかんとな。今の俺にできるのはこれだけや。これなんだこの生活、ラジオだけって。娯楽がラジオだけって。まともに聞いてるかどうかもわかんない。なんか備え付けのラジオか、備え付けのラジオとかあんのか。なんにもねえじゃん。しかも敷布団もないじゃん。なんだよこれ。絶対想像できないだろ、オデッセイじゃねえわ。グランドの支配人の生活って。誰も。女子高生、学生か、また言われんな。消灯とかで、ね、俺は女子高生っていうために、なんかなんで女子高生に反応してるんですかみたいなコメントが。ええ、目立つからだよっていうね、たまたまね。別に好きとかじゃないから、別に全然女子高生のことを好きとかそういうことじゃないから。グラント、支配人おはようございます、うん、交渉本当にお疲れ様でした。俺は仕事をしただけや、あとはお前らの方で店を盛り上げてくれや。どうして先に行ってくれなかったんですか。まさか望みの他にも来るなんて聞いて、え、おかやと、それ聞いてないな俺も。望みには取りますが、経験豊富でなベテランで中学力も取りません。他の前の店のお客をそのまま引っ張ってきてくれそうです。うちから何名かトレードいたしましたから、それなら十分釣り合いが取れてますよ。まあ、それなら出向いた甲斐があったわ。少しは役に立ちそうやな。どういうこと？望みが手に入っただけでも大成功ですよ。贅沢言ったら罰が当たりますよ。交渉がうまくいったみたいやな。やけど、ほんまのこと言うと、もっと栄誉を受けて取引したかったの。事前に情報を集めるなり、店内で荒探しするなり、手札がもっとあれば、仕事かもな。まあ、今更言うともしゃあない。よしとしとこう。うん。決めていきましょうか。うん。なんかいっぱい来たみたいだね。支配人、お電話です。誰から？あの、オーナーだって言ってるんですけど。この人、わかった。オーナーか。この後ろの人さ、お疲れさん、なんか俳優さん似てんだよな。お前と今から出られないか。出られないか。いやさ、お前と飲みたくなってよ。今仕事中だよ。どういう風の吹き回しや。あいにく、あんたと酒飲むくらいなら自分のしょんべん飲む方がまだマシや。やめとけ、あんまりうまいもんじゃねえぞ。 あこれ経験者か。飲んだことあるんだな。健康法か。店は下の連中に任せとけば1日くらいはなんとかなんだろう。俺は明日場公園で待ってる。明日場公園だ。早く来いよ。おい、オーナーからの呼び出しや。いつ戻れるかわからんから、あと頼んだで。え、わかりました。お俳優さん、この顔の俳優さん知ってるな。すまんの、名前出てこないけど。明日は公園、やつに似合いそうな下品な場所や。遅れたら何言われるかわかったもんやない。急いで向かうとしようか。行くのか結局。めっちゃ一人で食ってんな。これサブ挟んだからちょっとね、繋がりがどうなってるかわからないけど。
おでん。おでんいいな。こういうところで一回食べてみたいな。おう。おう。こないなとこに呼び出して何の用や。そう構えるなって。お前と飲みたいだけって言ってんねんが。タイはないってこと？そんなことないだろう。ほら座れよ。何にせよまずは一杯やってからだ。金せびられてるってわけじゃないけど、金むしり取られてるやつと飲みたくねえわな。大将、こいつにも適当に見繕ってやって。ええ。何にしようかな。大根と。こんなご時世だ。10万するフグの解析だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、高えもんはあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。わかる。それわかる。たまに食うと何でもないよ。高いものでも安いものでも。バブルだからって何でも高いわけじゃなかったんだな。ここだけ見るといいシーンだけど、どうなん？どうなん？せえへんの？あ、なんかかわいい。横顔めっちゃかわいくない？あ、なんかめっちゃ横顔可愛くない？あ、めっちゃ可愛くない？この人なんなん？よう説明されてないんだけど、この人なんなんやろ？なんだよ、最初の一杯きり全然飲んでねえじゃねえか。あんたが横におって気持ちを飲めるか？あ、そうだな。もう2年にもなるか、お前との付き合いも。なのにそういう反抗的なとこは変わんねえな。あの島野の兄弟がなんでお前みたいなやつを生かしておいてるんだか。まあわけわかんねえよな。極道の世界で親に逆らったやつは必ず相応の報いを受けるもんだ。破門、絶縁、うん、その辺ならまだいいが、ひでえ時には人知れず殴り殺しにされることもある。お前は穴ぐらい切っていう、その最悪のケースを始まったはずなんだ。だが穴ぐらでの拷問に1年間も耐え抜いたお前を島野はあそこから出した。耐えたお前のたくさも信じられねえけど、何より一度穴蔵に落としたやつをあの島野が救うとはな。だが島野がお前を許したかといえばそうでもない。穴蔵から出たお前は破門も絶縁もされずに極道の世界から追放された。そして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け、仇として飼うように指示をした。武闘派と呼ばれる島野がなんでそんなに回りくどいことをしているのか。やつの目的は一体何だろうな。なんかあるんだよな。さあ、俺が聞きたいくらい。案外理由は単純で、ただ単にお前のケツの味が忘れられないだけなのかもしれねえな。そういうこと？穴ぐらって。なんだよ、つまんねえやつだな。そうだ。一つお前に聞いてみたかったんだ。何穴蔵って、何意味が変わってきたぞ。そんなに登場会に戻りてんだ。お前みてえな跳ねっ返りがこんなバスに耐え続けてまで。冴島大河。あの口に銃加えて言ったやつね。お前が登場会にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって言ってたよな。ゾロみたいな。
18人殺しの冴島大河か。すごいな。当時は大騒ぎになったもんだ。18人、東洋の会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃。結果相手組員18人を射殺したんだからよ。東条会の生ける伝説、こっちでも随分話題になった。あ、もう死刑なんじゃないの、さすがに。けどその冴島も今や無所になる、うん、18人もやっただよな。あとは死刑判決、死刑がないよな、さすがに。なのにお前はそいつのために東条会への復帰を望んでいる。そこがわかんねんだ。兄弟は塀の中で死ぬような玉やない。あいつは必ず戻ってくる。戻ってくるんか。俺を殺しにな。え、あ、殺しに。まあそっか、行けてないもんな、助けに行けてないもんな。もう過去の話や。とにかく裏切ったと思われてるのかもしれないな。どんな屈辱に遭うが、登場会でのし上がらなあかんねや。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟分の帰りを待ち続けてるってわけか。登場会に戻って冴島が戻ってきた時の席を用意する必要があるつ。泣ける話じゃねえかな。あんたには関係あらへん。まあ俺も大門違いとはいえ、島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからな。でもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択する気にはなれねえな。お前もいい大人なんだ。もっと器用に立ち回ってもいいんじゃないのか。まあいいや、お前が俺に言われて素直に入って言わない男なのは分かってる。じゃあお望みの本題。これが本題ね。お前、人を一人殺せるか。え、殺し。ああ、そうだ。店主怖いやろ、このおでん屋さんの。言ったじゃねえか、極道に戻れるなら何でもやるってよ。違うのか。あの時冗談じゃなかったんだ。そないなことせんでも俺は店の売り上げあと5億上げて極道に戻る。オデッセイから望みを引き抜いてか。もう知っとんのか。けどさ、もし俺がオデッセイに連絡すりゃその話今からでもなかったことにできるんだよ。なんやと。なんでや。まあつまりお前の未来は俺の手の中にあるってことだ。未来は僕らの手の中。人殺しまで手伝いっちゅんか。どっちも大事なことなんだよ、俺にとっても。お前にとっても。誰をやればいいんや。そんなことない、なんやろ。お前天使怖いやろこれ。牧村誠。誰、聞いたことないか。誰やそれ。知らないか。最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ。売春。牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせてその上がりを吸い上げてる。その上組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の上の体に。えぐいな。それは確かにちょっと相手がクズでよかったな。制裁というか粛清というか。その牧村って男はどこにおるん。それを調べるのも仕事のうちだ。男かどうか分かんなくね。牧村は女たちにテレクラで男を釣らせてる。誠って名前は男も女もいそうだからな。末端の女どもから当たるのがいいだろう。テレクラで牧村の息のかかった女を探すちゅうことか。仕事の期限は目の前のやつじゃないだろうな。それまでに的を仕留めろ。もしそれを超えた場合、今度はお前が狙われる立場になる。なんでやねん。いいな。なんでや。そら楽しみな。殺しの方法はお前に任せる。仕事を終えたらこの番号へかけろ。わかった。真島ちゃん、最後に確認しておくぞ。殺しに人数や相手は関係ねえ。一人殺そうが、18人殺そうが、成人を殺そうが、クズを殺そうが、
人殺しは人殺し。やった瞬間、まっとうな人生には戻れなくなる。それはそうだな。正当な方法じゃないもんな。街を歩こうが家にいようが人を殺したっていう記憶が頭から離れなくなる。極道の先輩として忠告しておくけど、殺しなんてやらないで済むならその方がいい。当たり前だよな。でもお前はてめえの目的のために見ず知らずの誰かを殺せるか。うるさいわ。どっちみち人の一人殺せんやつは極道として半人前や。やっとるわ。そんなことないと思うけどな。そうか。ごちそうさん。こいつの分もこれで。あとは好きに飲んでくれ。あ、ガンもうまいぞ。食っとけ。ガンもいいな。じゃ頼んだよ。ガンもいいな。食べたいな。牧村誠。牧村誠。いや、おでんの店主よ。何の話してるんこれってなってるやろ絶対。これはチャンスなんや。これが極道に返り咲くためのな。時間はまだある。焦って失敗したら最悪や。本格的に動くのは明日からにして、今日はもうアパートに帰る。こっからおかしくなっていくのか、その記憶が。その人を殺したという記憶が兄さんを狂人と化してしまう。